これでもう僕デビューしたようなもんなんですけど。そうですよね、稲川淳二さんの怪談グランプリでもう優勝っていう、はい、どうも島田秀平です。始まりました島田秀平の怪談巡り。皆さん今回も見ていただきましてありがとうございます。さあ嬉しい方来てくださいました。もうなんかこの方なんか見てるだけでもう笑っちゃうんですけどねはい、ご紹介いたします。田中俊幸さんです。お願いいたします。どうもオカルトコレクター田中俊幸です。よろしくお願いします。まずなんでその帽子かぶってんすか。いやもうこれトレードマークにしようと。あ、トレードマークにしていこうっていう、はい、冬場いいけど夏場絶対後悔しますよいやそうなんですけど大丈夫。大丈夫です。いや今回ね田中さん素晴らしいのがご覧ください、はい、ご本の方が昨年末そうです発売になったばかりなんですよね。はい、はい、竹書房から呪物収集録というものが出ましたので皆さんよろしくお願いします。下手くそ全編カラーでオールカラーですね。本当呪物のお写真もすごく綺麗に撮影されて、それに対するこう注釈とかねお話なんかもあるんですけど、計50点以上の呪物。そうです。本当すごい呪物図鑑みたいな、一点一点のその呪物の言われとか、うん、何があったかとかも載せてるんで、かなりおすすめですよ。カメラマン雇ってちゃんと。いや本当綺麗なお写真で、はい、呪物っておどろおどろしいはずなんですけど、何でしょう、美術品の。あ、そうですよね。ね、だからそういったカタログ見てるような感覚にもなるっていうか、はい、で中身もその個人所有の人形からなんか新鉱物までいろいろあるんで楽しめると思うんで、相当気合入ってるんだなと思いましたよ、はい、今回LINE でね久々にこうね連絡いただいたら、はい、お怪談巡りで本出したから宣伝させてっていうものすごい直球が来たんで不思議大百科ねそういうとこあるんですよ下駄花尾さんも含めて。そうですよ、ちょっとねありますよね。下駄花尾はありますよね。あ、下駄さんの方はあるけど田中さんは違う。はい、不思議大百科、はい、下駄花尾さんとのチャンネルもね絶好調です。皆さんぜひね概要欄貼っておきますので、はい、都市が行く、そして、不思議大百科、はい、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今回ね本のねお話もしていただいたんですけども、呪物に関するお話は、はい、次回ちょっとね話していただこうと思うんですが、今回僕の方からリクエストさせていただきました。はい、これ僕が田中俊幸さんに初めてお会いした時、多分ね、はい、もう関西テレビの稲川淳二の怪談グランプリだったと思うんですね。そうですよね。はい、で僕もよく話すんですけど、もうその出場者の中に一人もう本当に貧乏神みたいな、そうもうスタッフさん全員もあれなんか不審者来ちゃったんじゃないのっていう、もう誰とも目を合わせない人が楽屋に一人いたわけですよ。うん、で本番始まったらそれ田中さんで、え、出演者だったんだ。でそこで話した話が、あべこべという話で見事優勝して、いやそうですよね、チャンピオンになったっていうね、はい、もうすごいインパクトを残した時のあのあべこべとね、僕はもう田中さんと言ったという話なんですけども、ええ、まあ、もちろんご存知の方多いと思うんですけど、やっぱりねあえてここで、あ、もう一回ちょっとがっつりその話聞かせていただきたいと思うんですよ。はい、お願いします。いいですか。はい、はい、じゃあ阿部こべ、はい、お願いいたします。聞いてください若い頃のさだまさしさんじゃないんだから本当に雰囲気も似てるって言われる曲っぽい感じで言わなくていいんですよ、はい、ね、わかりました。でもそれ話しづらいでしょその後自分でちょっと話しづらかったですよね。では皆さんお聞きください。田中俊幸で阿部こべ。あ、いい話しにくい、はい、普通にお願いします。これは友人の K 君から聞いた話なんですが、はい、これ何年ぐらい前になるんですか。もう2013なんで10年ぐらい前か。年ぐらい前、はい、うん、K 君は釣りが好きなんですよ、うん、で当時付き合ってた彼女と釣り仲間に聞いた穴場があるということで夜釣りに出かけたんですよ、うん、で夜車を走らせてその釣りの穴場に着いたのが深夜の12時を回ってたんです、うん、でその場所っていうのはね民家も一つもないだだっ広い寂しい海岸だったんですよ。で早速ケイ君は釣りを始めるんです。でも30分経っても1時間経っても当たりがないと、魚が釣れないんですよ、うん、でケイ君も一人やったらそのいくらでも待てるんですよね。
釣りが好きなんで。でも彼女を見てみると暇そうにしてると、うん、でこう海にこう小石を投げたりしてつまんなそうにしてるんで、ちょっと気を使ってですね、自動販売機が見えたんですよ、少し離れた場所に。そのやっぱつ何ですかね、民家はないんですけど販売機は一つあったんですよ、うん、でコーヒーでも買ってきたるわって言って、彼女を一人その場に残してコーヒーを買いに行った、はい、でコーヒー2つ買って戻ってきたんですよ。で戻ってきたらその彼女のその周りに人だかりができてる、うん、であれ車で来るようなとこなんで車の音もせんかったのになと思って近づいていくと、うん、彼女が地元の方ですってって紹介するんですよ。で家族だって言うんですよ。しかもでも深夜ね、その時には2時ぐらいになってる、うん、で不審に思いながらケイ君はその場に入るんです。で喋ってるとその家族っていうのがお父さんお母さんで中学1年生ぐらいの女の子で小学校1年生ぐらいの男の子の4人家族の、はい、で彼女はワイワイ喋ってる。じゃあお父さんがそのケイ君に向かってここ全然釣れないでしょと、でもっと奥に本当はもっと奥が穴場なんですよ、だから一緒に行きましょうよって誘ってくるんですよ。でもケイ君は躊躇したんですよ。なぜならその家族にこう今会ったばっかりですし、というよりなんかねずっと違和感がある、その家族に対して、家族に対して、だから断ろうとしたんです、うん、それはまあありがとうございますと、行きたいけどもちょっと彼女とも来てるから僕らここで釣っときますわって言うところで、彼女が行こう行こう行こうって、こう連れてってもらおうよって言って、その話を遮るかのように普段おとなしいんですけど、うんうん、強引に言ってくるんです、はい、で結局彼女に折れてケイ君とその彼女2人は家族についていくことにしてます、うん、でお父さんがこっちですよって言いながら4人家族が、まあ、先にバーッと走歩いていくと、でその後ろを2人でついていくんです、うん、トムトムで、ケイ君なんとなくお父さんの後ろ姿を見たんですよ。でその時にずっと家族に感じてた違和感の正体に気づいたんです、はい、それが服のタグが見えてるんですよ、うん、であれ服を裏返しに着てんのかなと思ってまじまじ見るとやっぱ服を裏返しに着てる。でズボンも見たらズボンもなんか逆に履いてんな、表裏反対側に、そうなんですよ。でまじまじと稽古が4人家族を全員見るとなんとその家族全員が服を裏返しに着てる。で日本の風習で逆さごとっていうのがあるんですけど、はい、この死んでる人と生きてる人を区別するためにこう着物をお葬式の際に左前にしたりだとか、逆襟って言いますよ ね。で旅を左右逆に履かせたり、そうやって聖者と死者を分ける風習があると。で圭君はそれを知ってが知らずかこの家族についていったらやばいと思ったんですよ。で、まあ、今会ったばっかりやし、まあ、もうなんか気持ち悪いから逃げようと思って彼女に耳打ちをした。で逃げるぞって言って彼女の腕を掴んでその場からバーって走って逃げたんですよ。で急いで車のところまで行って彼女を助手席に押し込んで自分も運転席に座った。じゃああまりのことに彼女は意味が分かってない、うん、なんで逃げるような真似するんよ、説明してよってこう詰め寄ってくるんですよ。でいやお前気づかなかったのかと、あいつら全員服を裏返しに着てると、でズボンもスカートも靴までもが左右逆に履いてたから、はい、あれはやばいってって言った瞬間彼女がすごーいって手の甲で拍手したんですよ。で、あはははははって聞いたこともないような声で笑い出したって言うんですよ。でその瞬間にね、ケイ君はギアをドライブに入れてアクセルを踏んでるにもかかわらず車がズラッズラッズラーって海に引き込まれていく、はい、でこうバックしていくんですよ、うん、お前このままやったら海に落ちるぞってケイ君が助手席の彼女にそう叫ぶんですけど、彼女はなぜかガッと前に乗り出して大丈夫ちゃんと前に進んでるよって、でそのまま気を失ったらしいんですよ彼女が。彼女が、はい、で改めてケイ君はアクセルを踏んだんですよ。すると
車は正常に動き出してその場から離れることができたんですよ。本当海になんか落ちる数センチのところだったんですよ。でそのバックミラーを見るともうさっきの家族がそこまで迫ってたそうで、なんかその顔っていうのは怒るでもなく笑うでもなくどこか寂しげだったっていうんですよね。あべこべでした。ありがとうございました。車の前に行くつもりが後ろに下がってたって話もありましたっけ、はい、ありましたありました、もうここが僕ともピークで怖すぎたから、その後多分もう忘れちゃってたんですね、はい、そこも逆だったんですね。それも逆やったんです。前に行くはずが後ろにっていう、これでもう僕デビューしたようなもんなんですけど。そうですよね、稲川淳二さんの怪談グランプリでもう優勝っていう、はい、で島田さんもその前に行って、うん、でもこれ裏話があって、はい、あのその時の稲川淳二の怪談グランプリっていう大会はオーディションがあったんですよ。ほう、あの素人がこう出るあのさんに応募してっていうのがあったんですけど、で「あべこべ」っていう僕今やったやつを動画で出したんですけど、何か連絡があって同じ話が他の人もやってるっていう。ほうほうほう。でその、 あの僕がこのあべこべやってたんですけど、もう一人応募してきた人は話の内容は一緒なんですけど、うん、あの場所が違うんですよ、うんうんうん、僕の方は海なんですけどもう一人は山なんですよ。だから似てるっていう、うんうんうん、でどっちにしようか迷ってるっていう、どっちを受からすかっていう、でビジュアルがやばいから僕になったいやあごめんなさい、あのそれに関してはちょっと何とも言えないんですけどもこのあべこべ、まあ、ある意味こう裏拍手ですよね。そうなんです。話って確かに結構あるんです。結構あるんですよ。で僕もあの芸人さんから聞いたことがあって、 その方は彼女とトンネルというか心霊スポット巡ってた時にやっぱり彼女がちょっと様子おかしいと思ったらこういう拍手をしたっていう、うん、だからなんか僕このあべこべやっててその芸人さんもしてましたよっていう話とか結構し、うんうんうん、あの言われたりするんですけど、これはなんかね怪談と都市伝説のちょうど間みたいな話で、うんうんうん、いろいろパターンが違うくてあの話があるんですよ。だってあのまあ有名な話でね、あるライブ会場でファンの人の一人がステージ上のアーティストに向かってずっとこう裏拍手を送っていたっていう都市伝説というか、はい、実際映像なんかも見られたりとか、うん、あとは生放送の歌番組でステージ上のアーティストに観覧してるお客さんが一人こう裏拍手をしてたとかね。そうですよね。結構そういうのもやっぱあるんですよね、うん、ありますあります、うん、だからあのなんか誰の話とかじゃなくて結構いろんなパターンがあるんだよっていうのは。ただやっぱりあの裏拍手ですよね、ええ、そうさっきね服も全部裏側だったって言ったけれども、やっぱりこう全てが表と裏があって、はい、陽と陰があるってことで、やっぱり裏っていうのは裏死の世界っていう。そうですね。ただその裏、うん、逆襟もあるし、あと亡くなった、ね、家のところでは逆屏風、裏屏風なんていうとこうね、はい、屏風をこう逆さまにするとかって、だからそういうのってやっぱりこう死後を表すものだから、はい、やっぱりそういう方たちっていうのはやっぱりこの世のものじゃなくって、うん、そこにいた家族っていうのは明らかに亡くなってる人だ、たちだろうっていうことですよね。そうですよね。僕こう人生があべこべでできていってるんじゃないかなと思うんですよ。あら、どういうことでしょうか。あの厄年とかってどうでした、島田さん。あ、やっぱそれなりに気にはしてないつもりでしたけど、やっぱちょっと体調を崩したりとか、はい、っていうのはありました。やっぱそういうもんじゃないですか。はい、僕厄年めちゃくちゃ調子良かったんですよ。へ、全てがこう逆になっていってるんやと思うんですよ、僕は。人生が深いでしょ。何ですかそれ、今思いついてちょっと言ったろうみたいな。そうです、はい、ちょっと思いつきましたですよ。今隣に下駄派の方がいなくてよかったですね。はい、よかったです。下駄さんだったらもう多分ボコボコされてますからね。はい、悩んでるそれ。いやでもね、今度も素晴らしい話していただきまして、皆さんぜひね、はい、あのこちら、そうです、呪物収集録、収集録よろしくお願いいたします。お願いします。そして、都市が行く、そして不思議大百科、はい、そして下駄のチャンネル、ぜひ皆さんですね、はい、概要欄貼っておきますので、チャンネル登録グッドボタンよろしくお願いいたします。お願いします。さあ次回はいよいよ
呪物の話。いや、とびきりの持ってきましたよ。楽しみにしてます、はい、よろしくお願いします。ゲスト田中俊之さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。だって忙しいっすもんね。なんかありがたいことに。だって、うん、ね、つい先日も北海道にイベントの方で行かれててとか。そうです、うん、だってあの噂で入ってきたんですけど、はい、田中俊之忙しすぎてトリプルブッキングしちゃったっていう事件があったらしいですね。いや、クワトロブッキングです。ピザじゃないんだからさ。なんかクワトロブッキング。クワトロブッキング。よ、4つ4つです。どうしたんですかその時は。あのね、いやもうい結構前の話ですよ。はい、あの最近ももちろんちゃんとやってますからね。やってますけど、はい、あの無視しました、全部を。一番ダメなやつ。全部無視しました。怖いっすね。で、解決しないでしょそんなことしちゃったら。だって、じゃ主催者同士が話し合ったんですよ。どうしましょうかっつって、はい、はいはいはい、でその解決しました。じゃあもうしょうがないと、うん、ね、まあ、みんな田中さんのこと好きだから ねで、じゃあ今回はこういうことにして、はい、じゃあ ここでやりましょうか。じゃあその4つのうちのどっか1個に行ったわけですか。行きましたね。行きました、はい、はい、2つ行きました。確かちょっとこう、まあ、時間はずれちゃうけどとかで、なんとか2つは行けたわけですね。昼夜とかどんな感じで行ったんですか、その現場に。その時はもうあのもう堂々と行きました、ね、いやもう話し合ったんでしょうと。そうです。ああ、だったらもう来ますよちゃんとね、はい、呼ばれましたからみたいな。そうですそうです。もう悪びれず、はい、あ、で現場ではやっぱ結構大成功というか、はい、もうちゃんとやってきました、ね、そこはもうね、はい、プロですね、はい、本当にね。あ、ちょっと休んでる大丈夫、なんかまた痩せてません？だいぶ痩せましたね。ね、だって普通忙しくなってきて収入も増えてきたらちょっとこうふくよかになってくる猫、ね、話もあるのに。そうなんですよ。全然変わらないっていうか。みんな太っていくじゃないですか。はいはいはい。痩せていってるんですよね。なんなんですかね。っていうか島田さんも太らないですよね。いやいや、僕でもだってまあ20年ぐらい前とかもう体重ね50キロないぐらいだったんですよ。あ、体脂肪もね5とかしかなくって、アンガールズよりもガリガリだったんですよ。あ、そうなんや。ガリガリすぎて体脂肪ないから、そのスーパー行くじゃないですか、はい、生鮮品売り場行くともう凍えちゃうっていう。もう寒すぎて。私は太った方なんで、今もうだからそこに比べたらもう20キロぐらいは。あ、はい、でも僕はねちょっと痩せていってますよ。え、それ呪物の影響なんですかやっぱり。いや、あのお菓子しか食べてない。かわいい。あなたね本当にねそういうとこずるいんですよ。いや、ほんまにお菓子しか食べてない。一応お菓子何がお気に入りなんですか。あのポーロです。ポーロ。ちょっとこう食べてるんですか。全然栄養にならないですね。いや、まあ、美味しいですけどね、はい、だそういうのを心配してちびる松村さんとかがね、なんかこう気にかけてくれてるわけですもんね。ご飯作ってくれてるんですよ、ね、だその模様なんかを皆さんね、あの都市が行く、うん、そう、はい、こちらの方ちょっと本当すみません、僕も本当出させていただきたくて。いや、しわさんほんまに出てください。ずっと出して出してって話をしてて、一向にこっちがスケジュールを出さないっていうね。マジで出てもらおう思って。いや、本当にちょっと2人でね、はい、おしゃれな街をカッポしてね。そうです。もうなんかその日はもう怖い話もなんかギャグとかボケとかも一切なしにして、うん、ただただ格好つけておしゃれなスポットをこうどんどん巡っていくみたいな。そうです。島田さん、あの都市が行くは一切しないんで。何をですか。怖い話。あ、ですよね、はい、はいはいはい、僕とあの友人たちがご飯を食べるっていう。いや、だから結構見ちゃうんですよ。なんか一回あのマックを都市がみんなにおごってあげてて、あ、でそこにいらっしゃった若い男性の恋愛相談に都市が乗ってあげてるて。そうです。で、結構いいこと言ってるんですよ都市。はい、お、解決しましたね。あれやりたいですよね。はい、ちょっとお願いします。ぜひぜひ。